意識しておかなければいけないのは、二極化に飲まれないということ。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿す、実りの玄米を毎日食べてから、毎朝の活力が増えていて、朝畑に出たくてしょうがなくなる、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。半年後にあなたに起こることについてお話します。あなたは半年後、つまり今年の終わり頃、どうなったらいいなと想像したことがありますか？今年中になってほしいこと、どうなっていたいのか考えるといろいろ出てくるんじゃないでしょうか。特に2024年、これからの半年は二極化の流れが加速し、たった半年で見えてる環境がガラッと変わる可能性だってあります。あなたが何をしてもしなくても時代は先に進んでいきます。でもその未来があなたにとっていいものになるのか悪いものになるのか、それはあなたの行動にかかってくる。あなた次第なんです。2024年は去年から二極化が進む年というふうにお伝えしていました。確かに SNS 上の論争だとか対立、いろんな芸能人に対するバッシングなど、いろいろ二極化が見えてきているように感じます。でもこれからあなたが二極化していくその波に影響を受けていく上で、あなたが二極に分かれたどちら側につくのか、もしくはどちらにもつかないのか、それによって半年後の状況は大きく変わってきます。もしあなたが二極化の波に飲まれてしまったら、残念なことに支配される側に立つことになると思われます。時には法則があって、79年ごとに繰り返すという法則性がありますが、79年前と同じような食料危機、深刻な栄養不足に見舞われる可能性が高くなります。今後、火付神事の神様が予言されている大峠という大災難、大困難がやってくるにあたって、どんな苦しいことがあったとしても、あなた自身がどうあるかによって、あなたの周りの環境は変わるし、そこから行ける未来も変わっていきます。半年後がどうであったとしても、そこから先、またあなたは主体的に自分の人生を作っていく責任があるんです。そのためにも、この2024年の後半の半年、しっかりと生きてほしいということで今日の動画をお送りします。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは二極化の波に飲み込まれずに、あなたらしく精一杯2024年を乗り切って、またさらに激動の2025年に進めるあなたになれます。そんなあなたになるために知るべきことがあって、それをお伝えするんです。これからやってくる大峠という大混乱、大波乱は、まともに巻き込まれたら命を落とすということになりかねません。でも今日の動画の内容をしっかりと自分の中に落とし込んで、神様からサポートしていただけるような生き方にしていくことで、あなたの未来は大きく花開いていくんです。今後の大峠を視野に入れて、2024年後半にやらなければいけないことをお伝えします。超大事な話ですので、最後までご一緒ください。2024年とは、このチャンネルでは、去年からお伝えしていましたが、2024年は二極化がさらに進んでいく年になります。それはやはりその通り見えてきています。最近このチャンネルも X のあるアカウントから誹謗中傷されていて、そのことからも、ああ、やっぱり二極化が来たんだなと感じています。ただ、今年が二極化に進むといっても、一つの二極化として淘汰される側と、淘汰されない側、淘汰されずに済むかはあなた次第で決まるんです。秋以降、大変なことが起こると予想できます。歴史には79年ごとに同じようなことが繰り返されるという法則性があります。これが時の法則です。すると、79年前、どんな年だったかというと、第二次世界大戦、大東亜戦争の終結、そしてその後のアメリカの占領軍による統治、その中での大混乱、食料不足、配給不足。この時代、配給だけで潔癖に生きておられた裁判官が栄養失調で亡くなったりしています。その79年後が今年の秋。同じような食料危機は今まさに起こりそうです。農作物もそうですが、鶏肉などももう手に入らないかもしれない。そんな事態も予想されます。ですから、あると覚悟して備えることが大事です。
今後食糧危機、パンデミックが起こる可能性が高いので、まずは覚悟してください。そして二極化で支配する側と支配される側に分かれ、GHQ の占領軍と支配される日本国民、そのような構図というものが形を変えて現れると考えられます。どちらにしろ苦しむのは国民、支配する側が変わっても同じことです。そのような事態になった時にあなたはどうなるのか、どうするのか、それをしっかりと考えておくこと、これが覚悟なんです。どちらにしても食に関しては今までのようにあって当たり前という状況ではなくなる可能性が高いと思われます。今スーパーを見たとしても空きスペースが多いのを感じませんでしょうか。まさにじわじわとそのような状態が近づいてきている。それをそんなことあるわけないで済ますと本当にやばいと言えます。半年後あなたに起こること、半年後で振り返ってみるとまさに大峠が来ている、または大峠の様相を呈してきたというような状況になっていると考えられます。その覚悟をしてください。これはあらかじめの言葉として事象を言い当てるための予言ではなく、神様から下ろされた予言、預ける言葉であり、アドバイスとして受け取ってください。とにかく大変なことが起こると思ってて間違いはありません。でも大事なことなんで知っておいてほしいです。あなたが苦しむこと、苦しいことがある、だからダメなんじゃないです。苦しいことがあったとしてもそれを乗り越えられる自分になっていくことが大事です。神様はあなたが乗り越えられる壁を与えてくれると言われます。その壁は自分から見たら高くて広くてとても越せないように思うかもしれませんが、あなたに越せない壁は現れない、そう信じてください。あなたに必要な壁、苦しみ、困った事態は来るものだという覚悟も必要です。これは我が子についても同じことが言えると僕は思います。よく親として子供に苦労させたくないと思いがちです。そう思う気持ちはわかります。でも苦労しない人は強くなれません。苦労、苦難というものはその人にとって必要なものです。そしてその苦労、苦難というのは自分が乗り越えられないようなものは現れない、それは信じて大丈夫です。だから今あなたがどれだけ苦しくても、苦労していたとしても、諦めなければ乗り越えられる。今あなたがそういう状況になかったとしても、そういう状況が現れてくるんです。半年後に大きな困難が起こってくる、または起こっている、または起こり始めているという状況になる可能性が高いと思ってください。それは神様がお与えになった成長試練の時、そして理想の世界に進める側か、進めない側か、その振り分け、選別がされていると思ってください。そのためにも二極化の波、大きな対立や潰し合い、攻撃の試合、誹謗中傷、そのようなぶつかり合いというものが多く見られてくると思います。その二極化でどちらかに組みしてしまって、相手を罵るとか攻撃するとか、そうしてしまったら、まさに二極化の波に飲まれて、淘汰される側になります。あなたもそうならないように、あなた自身がどうであるのか、そして相手を非難したり攻撃したりするのは依存であるということを理解して、自分は主体で自分のすべきことをすること、これが絶対的に大事なんです。大きな流れでは引きずられそうになるかもしれません。でもその対立軸に入ってしまうと不幸の連鎖に飲み込まれ、苦しむのは間違いありません。この時こそ13原律という宇宙法則での一つ、人、一の数玉、すべては一つ、一体であるという意識を持って自分をフラット、ニュートラルにする、そんなあなたになってほしいです。二極化の波に飲み込まれそうな場合にどうすればいいのか。その二極化というのは自分と相手は違うと思うから二極で対立するんです。一緒だと思ってたら対立しません。つまり一つではないという考え方になってしまっている。逆に言えば人の数玉を自分の中で持っていないということでもあります。どちらにしろこの大峠が来たとして、支配する側も支配される側も一つでないものは分別され淘汰されます。結果行き着くのは不幸でしかありません。
大峠の本当の意味、なぜ来るのかというと、この地球上で汚れたものを選択し、大掃除し、残った見そがれた魂によって理想の世界を作り上げるため、このために大峠が来るからです。二極化の波に飲み込まれなかったらどうなるのか。大選択されずに次の理想の世界に残ることができます。残るという言い方は正しくないかもしれません。進むことができます。そしてそうなった時にあなたは神様に魂の汚れを取り除いた神様とつながるべき人物だと認められたということです。ぜひそのような神様から認められた人になってください。以上を踏まえて2024年にするべきこと2つお伝えします。1つ目、二極化に入り込んでいないか振り返ること。これをやってください。そしてそれは今だけでなく、これから半年の間、ことあるごとに振り返って自分を常に見つめてください。誰かに対してイラッとしたり、もやっとしたり、批判をしたくなったり、これは NG です。一つではないと思っているから、この大きな大峠の流れに流されてしまいます。そのように振り返っていくためにも、やってほしいことは対立軸に行かないようにその場その場で考えて行動してください。目の前に争いがあったらどうやったら止められるだろうか、それを考えるあなたであってください。そしてやるべきこと2つ目、感情的になることなく自分を俯瞰した目で見る。これをやってください。自分を空から第三者になった気持ちで客観的に見る。これを能楽の世阿弥が家伝書の中で書いた奥義、利権の権と言います。離れた自分として自分を見ること。この利権の権で見ながら自分が調和しようとしているだろうか。本当に大事な神様からのご期待である大事にすべき天命、地命、画命に向かって進んでるだろうか。意識してるだろうか。そういうふうに見てください。天命、地命、画命をあなたが初めて聞くかもしれませんので簡単に説明しますが、天命というのは一人一人人間をお作りになられた、その時に神様が一体一体に与えた命令、それが天命です。そのために作られていますので、そこに向かうのが最重要項目なんです。そして日本の地にも与えられた天命があり、それを地命と言います。日本の地命は天上無休の進捗といって、世界を愛でまとめて和し、地球を愛の星に次元上昇させなさい。日本という国はそのために作られた国ですので、日本人である僕もあなたも絶対にそれに貢献する生き方をしなければいけないんです。そして画面、自分が人生において絶対に達成したい志、それはその達成に向かって進むことによって天命成就にも近づいていき、日本の地名にも貢献できる、そんな志を画命と言います。この天命地命画命に向かって進む、生きることが神様からの一番のご期待ですので、それができている自分であればどんな大峠が来たとしても淘汰されるはずがないんです。そして自分がそれができることによって周りも救うことができる存在になれますので、まずはこのお伝えした2つを2024年後半に意識してください。では今日の話をまとめましょう。2024年は二極化に進む年ということで、今そのような状況が確かに見えてきています。今後半年の中で時の法則、歴史の法則として79年ごとに繰り返されるという法則通りに、第二次世界大戦後の終戦後の大混乱、 GHQ の支配によって食料不足、物資不足、それが極限まで深刻になった時代、配給では栄養不足で命を落とす、そんな時代がやってくると思わなければいけません。今スーパーに行って買えるものが当たり前に買えなくなる、そうしたらどうなるのか、どうすればいいのか、その覚悟なしにこれからの大混乱に突入してしまったらマジでやばいんです。だからこそこれからどうあるべきなのか、それをお伝えしたくてこの動画をお届けしています。日月神事の神様が予言されているのが、9月以降大変なことになる、秋からが大変だ、そのようなことを何度も予言されていて、まさに時の法則とも合致して戦後の混乱のようなことが今から起こる、そう思っておいて困ることはないんです。今
食べられている鶏肉が本当に手に入らない、そんな状況が来るかもしれません。というか来そうです。野菜も高くて手が出ない、もしくはどこに行っても売ってない、そのような状態になったらあなたはどうするんですか？その覚悟ができていますか？その覚悟をもとにしてできる限りの備えはできていますか？それを振り返るべきタイミングが今です。ただ苦労するということは間違いなくても、苦労することが悪い、神様なんていない、そう思わないでください。苦しむこと、苦労することというのは魂が成長するチャンスでもあります。だからあえて神様が降ろされるんです。樋口真嗣の神様が、神様と最終的につながれる本当の清らかな魂を持つ因縁の御霊、その因縁の御霊はとことん苦労させるぞとおっしゃってるんです。でもそれを乗り越えられる因縁の御霊だからこそ、その苦労を乗り越えて大きな力を持ち、神様とつながれる清らかな魂となり、理想の世界づくりに貢献できるようになるんです。そのためにもまず今意識しておかなければいけないのは、二極化に飲まれないということ。対立や争い、そういったものがこれからたくさん見えてきます。そのどちらかに組みしてしまうと、あなたは淘汰される側になってしまう可能性が高まる。だからこそあなたが自分としてしっかり自分軸を持ち、ニュートラルに、フラットに、そして両者を調和できるような、調和させるような、一つであるという概念を深く認識してほしい、そう強く思っています。だからこそ2024年にするべきこと2つ。1つ目、自分が二極化に入り込んでいないか振り返る。そしてそれは常に振り返って自分を見つめてください。その時には利権の権という、目の前で争いがあったら止められるようなあなたになってください。そして2つ目、感情的にならずに自分を利権の権で俯瞰してみる、そのようなあなたになってください。それから最後になりますが、2024年に避けるべきことをお伝えしてなかったので、避けるべき3つをお伝えしておきます。1つ目、決めつけること。あなたは勝手にそうだと思い込まないようにしてください。これもそうかもしれないし、あれもそうかもしれない、そのように柔軟な思考を持ってください。そして2つ目、批判をすること、これはやめてください。そして3つ目、報道を鵜呑みにする、これも NG です。これから秋アメリカ大統領選がありますが、2020年の前回アメリカ大統領選ではかなりな不正があったという報道がされながらも、どうもうやむやな中で大統領が決まっていきました。今年もあると思います、間違いなく。ただこれからの2024年、大峠が来るという時に、アメリカの大統領が誰になるかによって確かに日本の立場も変わってきますが、ただアメリカの選挙で選ばれる大統領ですから、日本人がどう思ってもどう考えてもそこには何の影響も与えないんです。ですからこれからの大峠に向けて大事なのは、自分の軸である天命地命画命というものを明確にして、そこに関係あるのかないのか、どう影響するのかを俯瞰してみる、そのようなあなたになってください。そう考えると、アメリカ大統領選がどういう結果になったとしても、そのなった結果を受け入れて、その上で自分の天命地命画命に向けてその影響を排除していく、もしくはその影響を活用していくということにしかならないんです。これからの半年、ちょっと怖いネガティブな話だったかもしれませんが、そうだと思ってならなかったら、それはそれで損してるわけではありません。もしこの半年でそれが起こらなかったとしても、2025年に必ず来ると思っていいと思います。ですから準備が早かっただけということですので、2024年をしっかりと乗り切ってください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つをお渡ししてますし、また LINE の配信で、天命、地命、画命の決め方などの重要な情報なども配信しますし、また、丹田活瞑想という真の瞑想法、神様とつながるために必須、覚醒するためにも絶対的に有効な
真の瞑想法についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。暖かくなってきて、朝は本当に気持ちがいいです。雨が降ってない時は畑で土を触ったり、野菜が育つのを見てると飽きなくて、いつの間にか時が進んでいます。そして畑から戻ってから遅めの朝食兼昼食を食べます。みそぎの玄米、龍神の力を宿す湯庭の実りを白米に混ぜて炊いたお米を食べることが多いです。軽く茶碗に一杯ぐらい。それで調子がいいんですね。朝から土に触れるというのもみそぎの効果で、自分の身と魂が洗い流されている。そのせいでもあると思っています。神道はみそぎに始まりみそぎに終わると言われますが、まさに日々みそぎの玄米を食べて土いじりをして、そして塩を塗って冷水をかぶり産砂参りをしていることでみそぎができているんだなと感じています。これはありがたいことです。ということで、ではまた。